ペーター・キュルテン、ペーター・キュルテン、ピーター・カートン、1883年5月26日から1932年7月2日は、ドイツの連続殺人犯、デュッセルドルフの吸血鬼という異名を持つ、強姦、暴行、殺人を行い、1929年1月から11月までのデュッセルドルフの教皇で有名、名前を英語読みし、 ピーター・キュルテン、ピーター・カーテンとも言われる。近代シリアルキラーの原点の一つとして語られる。1883年5月26日、13人兄弟の3人目としてに生まれる。家庭環境は極貧で、児童虐待も日常的に行われていた。父親は大酒のみで妻に家庭内豪感を強いており、キュルテンが4歳の時には、 実の娘と、近親感を行ったとして一年三ヶ月の、懲役刑を受けている。そのような、荒れた環境の中、キュルテンは、軽犯罪者として成長していき、しばしば家から逃げ出した。9歳の時、泳いでいる二人の友達を溺死させるという、初めての殺人を犯したと後に彼は語っている。1894年に家族と共に、デュッセルドルフへ移住すると、 窃盗や放火などで出入国を繰り返した。青年期には彼を雇った野犬捕獲者から犬に対して辞意をさせることや犬に対する拷問を教わる。彼の暴力的な傾向は動物虐待から人に対する攻撃へと変異し増幅されていった。1913年30歳になった彼が窃盗のために侵入した商店で 就寝中だった14歳の少女を交換後に考察する。これが彼の立証される最初の犯罪である。この犯行時に彼は自分のイニシャルの入ったハンカチを現場に残してしまったが、偶然そのイニシャルが被害者の父親と同じだったため、警察は父親を容疑者とみなして厳しく追及し、キュルテンは逮捕を免れている。 犯行の地ほどなく別件の窃盗容疑で逮捕され、8年間刑務所に行ったことから、第一次世界大戦中は彼の犯罪は中断している。1921年には刑務所を出所すると、駐輪元州アルテンブルクに移り住み、ある女性と知り合い、熱烈に恋した末に結婚へとこぎつける。1925年には再びデュセルドルフに戻り、 就職した地元の伊形工場では、有能で、勤勉実直な労働者、熱心な労働組合員として、上司や同僚からの評価を固め、近隣でも、礼儀正しい、物静かな紳士として振る舞っていた。1929年2月8日、キュルテンは8歳の少女を強姦し殺害する。同年2月13日深夜、泥酔して、 キュルテンに絡んできた四十五歳の機械校を視察する。刺し傷は頭部を含め二十箇所に及んだ。銃声を満たされたせいか、以後は誰も襲わなかったが、息ずりの女との荒々しいセックスに没頭していた。やがてセックスでは満たされなくなり、半年後の八月に教皇を再開。八月二十一日には別々の場所で三人を刺し、二十三日には五歳と十四歳の、 姉妹を殺害。翌二十四日にもある女性を襲撃し強姦した。気丈な彼女は、あんたと寝るぐらいなら、死んだ方がましよ。とくってかかり、喜んだキュルテンは、じゃあ死ねと数十回もナイフを振り下ろした。彼女は、奇跡的に一命を取り留め、警察にキュルテンの人相を話しているが、不正確だったためか逮捕には至らなかった。同年九月には一件の強姦と殺人を、 10月には2人の女性をハンマーで襲っている。この時点でデュッセルドルフは完全なパニック状態と化していた。キュルテンは食堂で働く妻を毎晩のように迎えに行き、僕が迎えに来るまではここにいなさいと注意している。同年11月7日、5歳の少女を殺害。当時購読していたドイツ共産党の機関紙、編集部に 彼女を埋めた場所の地図を送りつけたりもしている。犠牲者と方法が様々あることから、警察は二人以上の犯人がいるのではないかと仮定した。また90万以上もの人々が捜査線上に浮上した。1929年11月の殺人がキュルテンの最後のそれとなるとはいうものの1930年2月から3月にかけても多くの人がハンマーで襲われている。 1930年5月のある日、キュルテンは、デュッセルドルフ駅構内で、不良制限に絡まれていた少女に声をかけて、助け出すと、自宅で、お茶を飲まないかと誘いしばらく歓談した後、宿泊先のホテルへ送る、途中ので、少女を交換したが、この時キュルテンは、俺の家を覚えているか、と問い、少女が覚えていないと返答したところ彼女を生かした、まま解放し立ち去った。 故郷へ帰った少女は友人に一連の出来事を綴った手紙を送ったが、宛名が間違っていたため配達できず郵便局でしばらく止め置かれた後規定に基づき開封された。郵便局からの通報を受けた警察は少女の居場所を突き止め、彼女にキュルテンの自宅を案内させた。そのことを知ったキュルテンは、妻に今まで行った犯罪を告白し今まで妻を欺いたことに対する償いとして、 警察へ通報して自分にかけられた高額の報奨金を受け取り、老後の蓄えにするように即。そして3月24日、妻の通報を受けた警察に逮捕された。キュルテンは約80件の犯罪を自白。9件の殺人と7件の殺人未遂の罪で起訴される。1931年4月から裁判が行われた。当初彼は無罪を主張したものの、 数週間後答弁は変化を見せた。結果、死刑の判決を受け、1932年7月2日、早朝ケルンにてギロチンを用いた死刑が執行された。彼が執行直前に残した最後の言葉は、私に残された最後の望みは、自分の首が切り落とされ、血しぶきを吹き出す音をこの耳で聞くことですだった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。